以前といってもだいぶ以前にリアさんという女性アーティストの鳥の歌という曲を思い立って勝手にリミックスしたことがあります。アニメエアの主題歌、元はキーから出されてたエロゲーなんですけど、まあ、それの主題歌ですね。これをニコニコ動画にアップロードしたところ、コメントでどうやったらこんなに綺麗にボーカルだけ抜けるんだっていうコメントをいただいてました。数年間ほったらかしてたので、今日それについてコメントを申し上げたいと思っている次第です。ボーカルの抜き方としては、元のボーカル入りのトラックに対して逆走にしたカラオケのトラックを当ててボーカルだけ残すっていう手法をとっています。皆さんもこの曲のボーカルだけ欲しいという曲があったら、その曲のカラオケトラックを、まあ、シングル CD とか買って探して逆走にして当ててみると、もしかしたら綺麗に抜けるかもしれない。実際にエイブルトンでやってみます。これは僕が所属しているバンドアリスターズのディナーアットティファニーズという曲です。でボーカル入りはこんな感じ。これに対しもう一つオーディオトラックを追加してカラオケトラックを貼り付ける。でエイブルトンの付属のオーディオエフェクトにユーティリティというものがあるので、それをどちらでもいいんですが挿してください。で位相反転のボタン、多分エイブルトン10だと LR 別々であると思う。それを両方スイッチ入れます。で2つのトラックをいっぺんに鳴らすとこうなります。If I was smart enough to take a risk and put myself away。もし同じやり方で綺麗に抜けない場合は、サンプル単位でどちらかのトラックをこうちょっとずつずらして綺麗に抜けるポイントを探してみてください。これはどうしてかわからないんですけど、エイブルトンはオーディオトラックをペッ貼るたびにスタートポイントが微妙になんか変わるんです。これは昔からの仕様で、しかもそれが毎回同じところから再生されてないような様子がどうやらあるから、まあ、アレンジメントビューで持ってったらちょっとずつ動かして、あの調子よくなるところをどうしても毎回探す必要があります。で気づいたと思うんですけど、本当にボーカルだけ綺麗に抜くってことはできない。高音がどうしても残る。理由は多分いろんな理由があるんですけど、ボーカルトラック入りトラックに対してカラオケトラックってそのマスターのリミッターの動きがボーカルがない分あの微妙に変わってたりとか、あとミディトラックのシンセの動きが、まあ、多分書き出すたびに微妙に変わったりとか、まあ、いろんな理由があるんだと思うんだけど、まあ、とにかく綺麗に完全にボーカルだけは抜けない。で私が鳥の歌をリミックスした時も一番強く残ってたのがハイハットのこうチッチッチッって音だったんですね。でどうやってボーカルだけ抜いたか、結論から言うとボーカルだけ綺麗には抜いていません。残っちゃったそのハイハットのリズムに合うように僕の方で新しいリズムを組んだ。でハイハットも同じタイミングで鳴らした。で違和感をなくしたと。残っちゃった音に対してリミックスのアレンジを僕が違和感なくなるように、決めたというかやったという感じです。でもちろんその EQ をかける、まあ、ローカットぐらいはした方がいいと思うとか、あと MS 処理をしてボーカルって真ん中にいるからサイドの音なくすとか、まあ、いろんなやり方あるんですけど、やっぱりいずれにしろ EQ 処理には限界があるし、元の綺麗なボーカルリアさんはすごい高音の伸びがあるボーカリストなので、それを殺したくなかった。だから僕はリミックスするときはその元のボーカルの良さを殺したくないんですね。それに対してだからアレンジでどうにかアプローチしていくというか、無理くりにボーカルだけ抜こうとするとやっぱり出来上がったものに対してもなんか無理があるように、感じます僕は。でもし EQ とかかけて本当にボーカルだけ抜いてでちょっとこもっちゃったっていう場合は、いっそのことを歪ませるとかラジオボイスにしちゃうとかテンポがっつり落としてみるとか、もっと攻めたリミックスなりアレンジにして、あのそういうもんだに持ってっちゃうっていう手もあるかなという気はする。いずれにせよその残っちゃった音に対してどうアプローチするかを考え込んで挑んでいくのがこういう作業って楽しいんじゃないかなと私は思っています。で、まあ、声ネタ抜くっていうのは、まあ、リミックス以外にも例えば自分の作ったオリジナルのトラックに対してなんか声ネタが欲しいという場合に、こういう手法で声ネタ抜いて使ってみるっていうのはまあまあ、面白いかなと。僕のトラックでも山下達郎さんの
スプリンクラーという僕好きな曲があるんですけど、その声ネタを、声ネタっていうか声を、抜かせていただいて、ちょっと使わせていただいてことはあります。ただもちろん山下達郎さんの声とは絶対めったにわからないようにして、使ってました。いずれにしろこういう作業っていうのは著作権に大きく関わってくるので、十二分に注意が必要になってくると、皆さんももしよかったらボーカルだけ抜いてみるっていうのを結構簡単にできるので、ぜひやってみていただきたいと思います。私のチャンネル、これ以外にもいろいろ音楽について好き勝手なことやってるので、よかったらぜひチャンネル登録をお願いいたします。